つけた。もう遅いわ。もうすぐ全てが終わる。こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、あやなです。エグゼイベントが始まった直後ではあるが、今回は無料10連期間中にゲットしたこのハロパンドラを使う。ハロウィンイベントで使えばいいのに。ハロウィンイベントの動画はもう2回も出してるから、動画にする機会がなかったんだよ。あと2本番で動画にしていないキャラはもうこれで最後になった。っていうことは前々回のダイナモも当たらなかったのね。俺が今狙っているのは、いずれ来るかもしれない強化形態のスバルくんと、ブレードアーマー X の2人だ。サイトスタイルロックマンもダイナモも魅力的なキャラではあるが、まだ5桁も石がない状態で狙いに行くべきではない。結局石を溜め損ねてハープノートもブライも手に入ってないしな。この悲劇を繰り返さぬために、心を鬼にして俺は貯蓄に励む。果たして兄者にそれができるのか、成し遂げてみせるさ。というわけで今回はこのハロパンドラで2回目のエグゼイベントを走っていくことにしよう。ところでこの BGM はロックマンエグゼの曲ってことでいいのかしら。長らく聴いてないから断言できないが、おそらくゲームキューブのトランスミッションの曲だな。本作用のアレンジではないんだね。まあ電脳イベントステージは全部トランスミッションで作ってるしな。それじゃあそろそろイベントを走ることにしよう。今回はこの、プラグイン、ネットをかける再開、をプレイしていく。ロールちゃんエグゼこういうところで出さないの珍しい。ここの運営なら確かに女子キャラ優先しそうよね。ゼッツイベントだけに周年用意せずに、ジューンブライドとかいう変なイベント優先して突っ込んだしなぁ。あのイベントは2じゃ嫌だったのか。ゼッツ新キャラを無視してまでやるようなイベントではなかったな、間違いなく。さすがに今回は空気を読んだのかもしれん。ところでサイトスタイルロックマンって緑色なのね。原作ではほとんど色に変化はなかったが、公式イラストでこのカラーが出てきて、その後だいぶに逆輸入されて、このカラーのサイトスタイルロックマンが使用できるようになった。まあ運よく手に入ったら動画にしたいと思うよ。それではそろそろイベントを走ることにしよう。邪魔はさせない。それでは走っていくことにしよう。今早速スキル使ったのか。スキル、バンドアングレラ。弱体化された踏み込み弾みたいなスキルだな。使用感はだいぶ異なるが。っていうことは踏み込み弾と何かしら差別化されているのか。いや、弱体化されて使用感が変わっているっていうだけだぞ。それただの劣化踏み込み弾じゃね。端的に言えばそうなるな。まあ叩かれるようなキャラにならなくてよかったと思うよ。もうこいつは、ドリームイース。なんかおぼつ感あるんだけど。そりゃエグゼワインのラスボスだしなこいつ。今回は偽物という設定で登場のようだ。今のはもう2つのスキルか。次に、ロッドウォーラウンド。弱体アドベントで戦うパンドラが使う。4本のロッドをバリアのように展開した後投げる技だな。それでドリームウイルス偽物撃破。強いんだか弱いんだかわからないね。あの風体で急接近してきて攻撃してくるから、回収する突進攻撃がないとダメージ回避は難しい。高難度で遊んでいるから、厄介なボスと言えるかもしれん。いきなり落下するんか。今回は落下ポイントがいつもより多い気がするな。今のパンドアンブレラはなかなかいい感じの当たり方だったんじゃない。微妙に攻撃の当たり判定のわかりにくい技ではあるが、使いこなければ悪くない力を発揮してくれるかもな。ね、よし、いけた。なんかいつも以上に消える足場が面倒くさいわね。ウィルトライルがバッシングされすぎた代わりに消える足場で嫌な配置するようになったんかな。おいおい、消える足場がウィルトライルの代わりかよ。でもこの運営ならやりかねなくない。今までこのタイプのステージって全部ウィルトライルで消してたのに、今回は一切で消してないし。確かに今までなかったタイプではあるが、そうとは言えないんじゃないか。ところで今回の星3つに必要なポイントはいくつなんだ。今回は1420ポイントだったかな。随分中途半端な数字だわ。おそらくステージを作った後にスコアを設定しているんだろう。現在650、このワークゾーンで半分くらいは稼いだか。間違えて落っこちた。左スクロールって珍しいせいかここわかりにくいね。2回目の偽ドリームウイルス戦。かつてのラスボスなのに何回も使い回されるあたり弦も何もないわね。まあ原作のラスボスシリーズでも弱い方ではあるしな。弱い方っていうか最弱じゃね。グレーバーも最弱候補に挙げられるラスボスだから、実際のところに足りよったりかもしれんな。また手運しそうだわ。まあやられたらまた再起動プログラム使えばいいさ。最高難易度だからどの位置推薦はさせられん。何分ライフが表示されてないの不便だね。今までも中国クラスは表示されてなかったから、
からいつものことと言えるかもしれないけどな。そもそも中ボスが出てきたイベント自体少ないと思うわ。確かに俺もあまり思い出せん。ホワイトデイイベントの時くらいか。他のイベントで中ボス出てきたことあったっけ？思い出せん。あれ時間切れだったみたいね。そういえばワーク先には時間制限あったってか。中途半端なところにスコアアイテムあるわ。あれは取った方がいいのか。無理に取る必要もないんじゃないか。まだこのステージの仕様を完璧に把握できてないから、取れるだけ取っておきたいな。ってマジかよ。あれここさっきも通ったような。思いっきり戻されてるな。どうやら消える足場を渡っていてということのようだ。戻ってこれたね。今回のステージは微妙に難易度高そうだな。よし、ここのエレメントもゲット。待ってる必要はなかったんじゃないか。おそらくそうかもしれんな。そんでここでも強制戦闘。真ん中に飛ぶとかなかなかに厄介な配置ね。壁に接触する判定がかなりわかりにくいからな。確かに厄介な配置と言えるかもしれん。サビ道具メインで戦ったらそうしたいところだが、サウバランチャーだけではさすがにダメージ遠くに心もとない。強制戦闘終わったわ。よし、ガイガイ進んでいこう。で、ここは床が落ちていくのを待つと。これはこれで面倒だね。しかも左から順番になのね。再び強制戦闘。まずは面倒なキャノンドライバーを倒してと。そして肩でてくるボコテキを倒しまくる。割と順調に倒せてるね。サウザランチャーは今回の特攻だからな。攻撃力はそんなに高いランチャーではないが、ボコチラシでは役に立ってくれる。残っているボコはあと一人かな。これで終わりだ。次はこの上に登っていく。なんか迷路みたいに複雑なステージだわ。実際迷路をイメージして作ったのかもしれんな。かつてないほどステージの構成が複雑なように思える。これイルトライルいたら最悪だったね。こんな複雑な構成のステージにイルトライルとかマジで改善してくれよ。本当に考えたくない。まあ確かにそれはオイラも同感だね。スコアが1420を超えたから、このままいけばスコアの星は確実に獲得できるな。この先はボス戦。何が待ち受けるかしら。ドリームイルスR、ロックマンエグゼ、トランスミッションに登場。かつて光熱とガロックマンと共にデリートしたはずのドリームイルスが、再び悪の手によって強化され、再構築された姿。元はネットワーク犯罪組織ワールド3の総帥であるワイリーによって開発されたウイルスであり、ドリームオーラという最強のシールドプログラムを兼ね備えている。ドリームイルスは、天皇世界最強コンビによって倒されたが、思わぬところで復讐の機会が訪れた。だが相手はそれらだけでなく、ある完全自立型ナビもドリームオーラをトランとその首を狙うのだった。というわけで今回はトランスミッションのボス、ドリームイルス R が登場だ。そんなことよりなんで画面がホワイトアウトしてるんだ。わからんなぜだ、ボス判定の何かを倒したのか。何が何だかわからない。それはボーエルの真似か。なんとなく真似してみた。予告戦が来てるわ。あんな小さい攻撃の予告戦は初めて見たな。その攻撃も終わった。ダメージ覚悟で一気に攻撃だ。ダメージ覚悟で一気に行くんじゃないのか。なんとなくこれ以上ゲームするのは避けたくなったと思ったけど無理か。ドリームイルスにぶん投げられるのなんかシュール。結構ゲームするわね。特攻がサウザだけってのは無理があったか。他に特攻武器ないんか。特攻のために周囲や経験値を割り振るのが面倒でな。今実用に頼る武器の中で特攻なのがたまたまサウザだっただけなんだよ。いいでも特攻武器はちゃんと用意した方がいいで兄貴。リセットのためにエレメタル消費するのもバカらしいしな。イベント無理に走らなくても欲しいものがあるわけでもないし、まあ緩く行こうかなと。撃破したわ。星3つのうち2つは満たした。もう1ついけるか。もう1つの条件は300秒以内にクリアだ。いけてなさそう。正直俺も思ってる。やはり無理だったか。このステージで300秒は辛いね。毎回思うんだが、時間制限系は攻略中のタイム表示をしてほしいんだがな。タイムアタックが必要なのにタイム表示なしは確かに辛いわね。というわけで今回はこんなところだな。今回も最後におまけを用意しているので、お時間ある方は楽しんでいっていただきたい。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。
うん、いい加減にしてよ。
えず。あ、そういうやつです。もちろん。決まってるでしょ。やったぜ。レッド君、いい加減にしてよ。すいません。